さんは、何度もお会いさせてもらいまして、学生の、思いとか、それを、国の方に届けてもらうようなお話もしてもらいましたので、すごく学生も応援している方です。闇沢はまだまだこう地域の活性化というところでは、まだまだのところありますけれども、学生もいますので、もっと元気になっていくかなと思っています。皆さんと一緒に学生も頑張っていけたらなと思っていますので、皆さんもよろしくお願いします。平津久志さんが厚生労働副大臣として就職に困っている方、その方々のための手当をしてくれた。卒業が3年以内は新卒扱いをして就職がしやすいような環境を作ってくれた。困窮している学生の皆様のために一時的な支援金というものも制度してくれた。どこまでも学生のため、苦しんでいる人のため、悩んでいる若者のために声を傾けてしっかりと対応してくれるのは平津久志さんであります。そして若い人の声を聞くということをもう一つ実現してくれたのが、ある青年医師から聞いた声でありました。今皆様が使われることもあるパルスオキシメーター、コロナが重症化する前にその傾向をしっかりと把握する、全国にも配備をされております。このような動きになったのも平津久志さんが一人の若い青年医師の声を受け止めて、これは大事だ、国全体でやらなければいけない、このような思いを持って動かれたからであります。誠実信念、オールラウンダー、そして全ての人の声を聞く誠実な耳を持っている、この平津久志こそ政治家としてふさわしい人間はいない、このように思いますが、皆様いかがでございましょうか。青年政策アンケートボイスアクション、1万人を超える声が寄せられました。若者が働きやすい地域っていいな、これに約半数の方がいいなということでメッセージを送ってくれました。で、私たちのこの地域は農業という基幹産業、あるいは漁業という基幹産業があって、これ一次産業ですから、やっぱり持続可能な優位性って持ってると思います。でもそれだけでは若い方々の雇用の場、それを確保するのは難しい。多分ですね、多くの方々がこの十区間内でもっと若い方々の働く場、雇用のチャンス、これができたらいいな、まあ、そういうことを考えていただいてこの答えを出していただいたと思うんですけども、ぜひこの若い方々の雇用を倍増していきたい、こう思ってます。この10区のことを、育ちのことを一番知り尽くしている、ぜひ稲津久志にその仕事をやらせていただきたい、そのように強く思ってます。皆様の夢や希望を、若い方々の力を政治に思いっきり引き出していく、その最前線に立って稲津久志頑張ってまいりますので、どうか皆様のお力添えを心からお願いを申し上げまして、街頭での応対に開催していただきます。本日は大変にありがとうございました。